忘れないでください。どんな時代もどんな状況下でもあなたはいつも宝石のように輝いているのです。必ずここを乗り越える輝く強さを持っているのです。日本一の宝石の伝道師えっちゃんです。今あなたは心が元気ですか？いろいろな問題で心が塞いでいる方もいらっしゃいますね。今自分は何をどうすべきか、ただ今あなたはこの世の中を生きています。病気や事故、どんな悲惨な亡くなり方をする方が身近にいようとも、あなたの命は今息づいています。もちろん目に見えないものと戦うには自分だけではないので、あらゆる面で細心の注意を払うのも人としての義務です。人は生まれた時から家族や友人、会社の同僚と身近な人たちと寄り添いながら生きているのに、今近くにいることができない、みんなで集まることができない、またいろいろな情報が飛び交って恐れの方がどんどん膨らんでいく、いつの時代も同じです。安定した生活がどうなるのか不安で心配が重なっていく。喜怒哀楽を共にして一日一日時を刻んで生きている人間にとって不安ばかりが募るこの頃、こういう時期なのになぜかお店にお客様がいらっしゃいます。不思議なことに、お一人お一人がまるで予約を取っていらしたかのように一度に来店が重ならずいらっしゃいます。そして元気になって帰られます。ここで心温まる皆さんからのメールをお伝えしたいと思います。一筋の光、一途な思いを持っている人を守ってくれるのね。人生、命、諦めません。宝石とともに生きますね。神経質になり心が不安を覚えることがあります。人間一人の力ではどうしようもないこともありますが、何かできることがあるのかもしれません。この頃エスコさんが元気になる宝石とか摩訶不思議な宝石が入ってきていると言われていましたが、この頃神経が敏感になっているせいなのか何か引っかかります。私たちより遠い世界から来たので助けに来てくれているのかな、やはり呼ばれているような気持ちです。お元気ですか？おかげさまで私は元気にしております。そういえば宝石チューブでバライバトルマリーを見て気持ちが癒されました。しばらくは自分の宝石たちを眺めて心を慰めようと思います。いいものが手元にあるって素敵なことですね。宝石の洗浄を毎日していなかったです。これからは身につけた後は洗浄します。宝石の洗浄、このところパニックで自分の宝石を振り返ってなかったです。綺麗にしてあげました。なんだか気持ちがすっきりしました。落ち着いて大丈夫だよって宝石が笑いかけてくる感じがしました。 YouTube での不安に落ち込まないアドバイスは力になります。素晴らしい動画ありがとうございました。インドの宝石療法と同じ理論ですね。宝石は全てを知っている心理的な存在ですね。昔の方々が大切にしてきたのもよくわかります。もっと世界中の人々が宝石の良さに気づき仲良くなると良いですね。やっぱり宝石はすごいですね。先日はめっちゃ不安に襲われてしまい、改めて自分との向き合い方や生命の尊さを感じます。やっぱり宝石をいただいてよかったとふとそう思いました。今日は黄色の洋服と黄色のダイヤモンドをしていました。気分いい。こういう時こそ明るく派手に、周りの人も明るくなるらしい。昨日の YouTube、 いつも特別幸せだとは思わず普通のこととしてなんとなく過ごしていたけれど、本当は幸せなんだと改めて気づかされ、
これからはもっと小さな幸せ探しをしようと少し反省させられたお話でした。 YouTube の見出しでもしかしてと思って、やっぱり私のことでした。ずいぶん前の出来事でしたが、詳細まで正確なお話でした。振り返ってみて改めてこちらとのご縁に感謝しています。ありがとうございます。今たくさんのお便りが寄せられています。こんな時に宝石と思われている方もあるかもしれません。悠久の昔から宝石は人類の心の光となり、その輝きを自ら発光し支えとなってきました。ノアの箱舟の時代から宝石は暗闇の中の光でした。大洪水の中、船の中でじっとして生き延びようとしている人間や動物たちに明かりとなってくれた宝石。それから人は美しく力強い永遠の命を持っている宝石に憧れ続けてきました。時に持ち主が次々と亡くなる悲劇のダイヤモンドもありました。呪いのダイヤモンドと言われていますが、石に罪はありません。人間の欲望と妬みが純粋な宝石に入ってしまったのだと私はそう思います。これと同じく、人はこれからのことが不安で恐怖に駆られると人としての理性を失いがちになります。だからこそ今、人間としての在り方を試されているのではないかと感じます。今現在、アファメーション、アセンション、占星術、監視学、いろんな考え方やこれからの時や先を読む方法など YouTube でもたくさんお話しされていますね。それぞれの方がビジネスではなく人として役立つものならと思われての情報であるなら、あとはその情報を受け取る私たちがどれだけまっすぐ受け取り活かせるかに関わってきますね。本当にいろいろなお話がありますけれど、人として思いは一つ。こういう時こそ不安や恐怖という感情に立ち向かい、必ず人として次なる未来へと光を乱せる今この時を力強く生きていきたい。忘れないでください。どんな時代もどんな状況下でも、あなたはいつも宝石のように輝いているのです。必ずここを乗り越える輝く強さを持っているのです。いっちゃんでした。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、評価、 LINE アットの登録もお願いします。これからバンバンいい情報を発信していきますので、ぜひぜひお楽しみに。